で、なんか、リージー・ウィジーから連絡来たのと別のサイドジョブがなんか出てたような気がするんだが。ハイウェイの女王。あれ？なんかまたあるね。あ、どうしよう。これ、今回の続きか。なんかまた襲われそうだな。情熱っていうのが？ん？これ、リージー・ウィジーでしょ？なんで名前出てないんだ？続きやる？これ。キャンプを離れ、バシリスクの準備ができるまで一日待つ。これじゃあ、続きやるか。リジーさんまた今度ね。キャンプを離れるだって。だから連絡来んのかな、これ。一回離れれば。あ、これか。あれ、利用不可だって。一日待つだから、これ飛ばせばいいのか。ちょっと食らってんの、またね。飛ばしてみる？時間をスキップ。24時間？本当にそんな飛ぶのかな、これ。最大24時間飛ばした。これで離れないとダメ、これ。潮吹か、潮吹かだな。ちょっと待って、なんか他、なんかない？あ、なんか、隣に、すぐ近くにさ、なんかあるね。あれ？今、この辺なかった？サイドジョブ、ん？あ、なんか別の依頼がある。なんだろう。ここにさ、来る？草薙。あ、来た。偉いなぁ、ほんと。たまらんね。とても可愛い。可愛いやつめ。そんなに遠くなかったわ。おい、ウィー、こっちだ。ミッチー。こっちこっち。やあ、ミッチ、調子はどうだ？ああ、元気にやってるさ。でもな、仲間を大勢失っちまった。いい奴らだったってのによ。ビー、お前は親友をなくしたことはあるか？あるんだよ。ああ、ジャッキーって友達をな。そうか。何があったんだ？ナイトシティではよくある話だ。そうだ、話があったんだ。手を借りたくてよ。なんだ？最後のタムケってやつをやり残しててな。一人でやりたがねえからさ。最後ってどういうことよ？ちょっと今無理なんだけど。今は忙しい。ならいいんだ。用事が済むまで待ってるぜ。OK。じゃあこれ、このまま、いいんだよね、離れれば。彼方へっていう。でもなんか、やり残したこととか言ってる。誰のだ？ジョシュよ。子供の頃からずっと思ってた。で、また戻せば、なる？これで、これか。なんのかな、これ。大丈夫？完全に離れなきゃダメ？じゃあ、ミッチのやつやるか。そうしようか。別のクエストをやらないと進まないのかもしんない。やるやる。わかった。手伝うよ。なら行こう。最後の手向けってどういうことよ？お前、運転は得意だよな。ああ、ね。今からドライブに行くぞ。ドライブって、どこへ？お前、さては町に来て長いんだろ。そうやって何でも知りたがるのがその証拠だ。なあ、そう焦るなって。で、お前のクランがどうだったかは知らんが、アルデカルドスじゃ全ての所有権はクランに帰属する。あそこの車はスコーピオンのだったが、俺がいただいた。こいつは俺の元愛車だ。どっちもいい車だな。ああ、そうだろ。ここじゃ車が俺たちの全てだからな。俺はスコーピオンので行く。お前はもう一台を使え。OK。で、目的地はどこなんだよ。スコーピオンの野郎が好きだった場所さ。
借りを返しに行く。どうして1台で行かないんだ。2台必要だからさ。おい、なんだよそれ。禅問答でもやってるつもりか。まあまあ、今にわかるって。スコーピオンに車を返しに行くのか。それじゃ行こうか。先導する、ついてこい。俺どれ乗ればいいの。俺こっち。これがスコーピオンのやつ。トゲついてる。これ前見えなくない。すげえなこれ。左ハンドル。ミッチ、聞こえてるか。ああ、だが今は運転に集中させてくれ。あれか、ちょっと視界めっちゃ狭いんだけど。あれちょっと待って、ジョブがさ、心地よい日差しに風、たまんねえな。ジョニーいた。久しぶりだな。葬式は苦手でね。どっち側か区別つかないもんな。あ、じゃ、おい、あ、B、バシリスクの準備ができた。ちょっと待って。乗ってみたい。待って。今は無理なんだ。時間ができたら行くよ。わかった。待ってるよ。ミッチ、ミッチどこい？なんか、うわあ、待って、こういうのやめて、え？消えとるがなー、ミッチの。なぜこんなことに。失敗なんでやねん。なんでやねん。なぜ失敗。これはちょっと、完了？うわ、失敗だよ。うわ、これはちょっとひどいわ。マジか。じゃあパナム行くよ。ミッチ。じゃあパナムと会いましょう。いやー結構がっくりくるねこれはね。ミッチが一体何のために。一言だけ見えたよね、なんか言ってたの見えたんだけど一瞬。あ、これがバシリスク。もうちょっとの辛抱。ミッチいる。分かってる、お前なら宇宙船にだって改造できるって。準備はいいか。来たんだね。もうちょっと待って。システムにアイスが残ってないかキャロルが調べてくれてる。コープはまだなくし物を探しに来てないのか。いや、どうやら連中にバレずに済んだみたいだな。例のロゴ入りのトラックをラフェンのキャンプの近くに捨ててきたんだ。言うなればイルの糞が詰まった袋を他人の玄関口に置いてったようなもんだ。企業戦争の時代にタイムスリップしたかのような仕上がりだ。嫌いじゃねえ。全て問題ない、綺麗なもんよ。完全に戦車というか、でもキャタピラじゃないんだね。ねえ、ソウルはどうしたんだ。今は何も、お互い関わらないようにしてる。みんなで会議をするって話は。もちろんやるでしょ。直前まで黙ってるつもりよ。ミリティックのやつなんだ。浮いてない、これなんか浮いてるわけじゃないのか。こういうのをずっと乗ってみたかったんだ。企業戦争の時はそうやって若いのが進んでホイホイ前線に出て行ったんだ。ちょろいもんだろ。テックを見せるだけでいい。ほら乗って、準備できたよ。いいの乗って。わあすごい。ちょっと反応が
と待って反応。二人乗り？三人乗り？さてと始めるよ。覚悟はいい？なんでよ。どうも嫌な予感がする。大丈夫だから、ちょっと待って。暴走とかしないか。よし、来た来た。お、見える。旧式だけど、ミッチとボブが頑張ってくれた。浮いてる、浮いてる。すごい。イメージしてた企業のパンツァーとは違うな。まあ、ああいうアニメの BD はもうしばらく見てないが。座ってるだけで操縦できる。ジャックインさえすればね。え？操縦桿とかボタンとかは？ない。信号が大脳皮質に直接伝わるから、バシリスクが体の一部になるって感じ。いわば一心同体ね。すげえな。こういうのを操縦したことあるのか。ん？ないけど。信用できない？降りてもいいか。ダメ。じゃあ信用する。うわ、怖。そんだけハイテクなんだったら副操縦士なんて必要ないんじゃないか。キャンプからもう少し離れたら教える。そこで練習よ。これは強そう。こいつの戦闘力を最大限に引き出すには、感覚の過負荷対策で2人目が必要になる。操縦と火器管制を分けるってわけ。一度やったら病みつきになるよ。よし、ここでいいか。まずは試運転ね。ひとまず任せる。操縦は二人いるんだろ。火器管制は不要でしょ。準備はいい？うわー、やってみよう。あー、パナム、これって大丈夫なのか。神経を同期してるんだよ。我慢してすぐに終わるから。ほらね。大丈夫？お、なるほど。言ってた意味が分かってきた。練習して。私は見てないから大丈夫。加速、回転。あ、ホット戦車だ。へえ。速度は上がんない。滑らかだな。船みたいだ。でしょ？地形を問わずどんなデコボコでも飛び越える。あそこの残骸に向かって。もっといろいろ試してみたそうね。風力タービンの方に向かって。私の指示通り車体を左右に動かしてみて。わかった。オフラインになると動かなくなる。オンライン。左。ほう、ちょっとファルコン号に似てるというか。右。さすが、いい感じだね。未来の戦車。右。お見事。次は射撃だ。システムを起動するから一旦止めて。あ、ちょちょちょ。
オフライン。何を撃つんだ。そう喜ばないで。バシリスクはあくまで輸送艇なんだから満足できるとは思うけど。じゃあそこの残骸をぶっ飛ばして。おっと、ターゲット R2 でロックオンし、見事なまでにコンパクト。いいね。トリガー引くだけ。うわ強っ。命中。さあ練習はおしまい。よし、じゃあ行くよ。準備はいい？どこに行くんだ。何が起きてる。二人の神経系がリンクしたの。なるほど、操縦者は同期するってわけか。だから何もかも2倍に感じるのか。感覚フィードバックよ。二人のシステムが絡み合ってる。ねえ、試してみたい？え、なんかすごいあのアイコンがあれなんだけど、任せてみようか。もちろん。これは感じる。うわ出て。撃たれた？まずい。見つかった。キャンプに戻らないと。ダメだ。勝てると思ってんの俺に。一度合流して。サウル、こっちにもいる。大軍だ。決まっちろ。そしたら至急こっちに戻って手を貸せ。すぐにキャンプに行こう。やばい。みんなを助けないと。カウンターメジャーなんだ？これだ。なんだろう今の。ラフェン支部を倒すだって。よかったねこれがあって。うわボロボロじゃ。よしパラムが見える。ジュメきっと驚くぞ。よしビー、目にもの見せてやろう。いいよいいよいいよ。あれもみんな。ああ、おかげで連中は叩き潰せたよ。マナム、話がある。怖っ、ソウル怖っ。俺がそういう発射のあれなんだね、アームみたいのが。降りるか。たちはクランの一員だ。それぞれがクランにとって何が最善かを考えなくてはならない。ソウル、私に出てってほしいならそう言いなよ。少なくともあんたの話を聞かずに済む。悪いがもう少し我慢してもらおう。なぜなら今日この日からお前はアルデカルドスを率いるからだ。俺と共にな。今なんて。こういう話はきちんとしたかったが、まあいい。悔しいが認めるよ。お前は正しかった。今回だけと思いたいが。あ、でも私は散々ヘマをした。ソウルも言ってたじゃない。考えが変わったんだ。お前は危険も顧みずファミリーのために動いてくれた。次の日には追い出されるかもしれないのにな。わかったよ。変えなきゃいけないことがたくさんあるね。ああ、まずは急いでキャンプの場所を移す必要がある。ミリテクの奴らに見つかる前にな。そうだね、ルートを考える。おめでとう、パナム。俺は絶対に反対だからな。みんな、ありがとう。ちょっと気持ちを落ち着けたい。一緒に来て。今画面揺れてたな。
仲直りというか認め合ったというか。でもちょっと被害多そうだよこれ。もうどうなってんの。もうスピードで迫ってくる列車をギリギリで避けた気分。危なかったな。 B がいなかったらきっとみんな死んでた。何言ってんだ。真面目に聞いて。アルデカルドスのみんなが感謝してる。私たちはいつでもあんたの味方だよ。それは頼もしいな。誰もいないね。ちょうどいい。ビール、レモネード。ビールをいただこう。ビールで。ハッピーエンドに。いただこうか。終わってみると寂しいもんだな。私も。でもさ、これでお別れだなんて誰も言ってない。 B、 ほら周りを見なよ。みんなで暮らしてみない。それはどういう。このままキャンプに残ってよ。まだすぐ死んでしまうんだよ、行っちゃったら。そう簡単にはいかないんだ。 B が望むか否か、それだけでしょ。そこが問題なんだ。俺の望みは関係ない。ごめん B、 こんなことを言うタイミングじゃなかったね。私はただ、いや、今のは忘れて。移動はするんだよな。移動先教えてくれよ。キャンプの移動が済んだら。ああ。B、 パナム、俺。 B、 大丈夫よ、落ち着いて。気分はどう。一体何があったんだ。確か二人で話してたら急に。突然気を失ったから一緒に連れてきたんだよ。どこに。新天地さ、キャンプを移動させた。ここなら安全だよ、ひとまずはね。おい B、 B、 何が起きてるのか話して。血も出てたし、何時間も気絶してた。大丈夫なの。なんでもないよ。なんでもない、もう平気だ。ごまかせると思ってるの。ちゃんと話してよ。それともそんな芝居をいつまでも続ける気。言っても仕方ないしな。本当のことを話したら俺たちはこのままの関係じゃいられなくなる。 B、 よく聞いて。それがどんなことだとしても私の気持ちは。あ、もうさっさと本当のことを話して。ジョニーがな、見えるんだよ。ジョニー・シルバーハンドを知ってるか。曲なら聞いたことがあるけど。でもなんで。それが原因さ。ジョニーが俺の頭の中で生きてるんだ。はい、頭の中って、それは何かの例えで言ってるわけ。例えじゃないんだよ。俺の頭はあいつのコンストラクトに侵食されてるんだ。ありえない、そんなわけないでしょ。
ジョニー・シルバーハンド。ねえ、そのことって誰かにその相談はしたの？セラピーで治るならいいんだが、そうもいかないんだ。コンストラクトはそのガンみたいなもんで日に日に悪化してる。本気で言ってるんだね。今はなんとか生き延びようとしてる。体には悪影響が出てるみたいだけど、とりあえずアラサカをね探って解決方法を。もう行くよ、だいぶマシになったからさ。待って、一緒に行く。声がしたと思ったんだ、ミッチ。やっと起きたか、心配したぞ。車は俺が見といたからな、あそこにある。だがすぐに出てくわけじゃないんだろ。大丈夫なのか？だいぶ良くなった。助かったよ。それは良かった。早速新拠点を構えたのか。引っ越しには慣れてるからな。ここはいい場所だ。一帯を掌握しやすい。残りの奴らもすぐに合流する。それはそうと、大丈夫なのか？心配したぞ。ナイトシティからそんな離れてないよな。ありがとう。だがもう行かないと。まだフラフラしてるじゃねえか。気をつけるんだぞ。忘れないよう、もう一度言っておく。困った時はアルデカルドスが力になるからな。珍しく意見が一致したね。助けが必要な時はいつでも来てくれ。頼りになるな。ありがとう。一緒に歩こうか。ああ、随分変わったね。この近辺は昔使ってたから知ってるんだ。本当に安全なのか？ひとまずはね。ミリテクもここまでは来ない。見晴らしが聞く点も申し分ないよ。聖者の世界によくぞ戻った。ありがとう。とはいえ、ここはあくまで仮の拠点。全部その場しのぎさ。次の動きを早く決めないといけない。あれでカロスって書いてあるね、あそこ。あ、リー、話を戻すけどさ、正直まだ事態が飲み込めてないし、分かったふりをするつもりもない。でも私に何かできることはないの？分かんないんだよ。なんかお願いがあるかもしれない。正直俺にも分からない。でも何か手があるはずだ。誰かに。ヘルマンは覚えてるか？あいつはコンストラクトの開発者だったんだ。それで奴を追ってたのか。だが解決には繋がらなかった。だから次の手を考えないと。きっと方法は見つかる。そしたら知らせて。力になるから。ファミリーみんながあんたの味方だよ。ソウルも言ってたでしょ。ありがとうな。ありがとう、パナム。パナムシナリオというかストーリーは終わったというか、終わったのかな。これすげー、乗りてー、欲しい。この辺をハックしたら怒られるよね、きっとね。アルデカルドスの名前なし。さて、まあそんな感じなんですが、ちょっとミッチーストーリーのあれはすげえ悲しかったね。とりあえず
まあ一通り終わったんで、今回はここまでにしつつ、どうなの？他まだ出ない？これがリジーウィジーでしょ？盗賊の恋。まあ、出ないよね。あ、そんなところなんだ。結構端まで来た。まあ、出ないわ。いやー。ということなんで、まあ、次回リジーさんのやつやって、で、その後ちょっとまた依頼とかをこなした後、ブードゥーボーイズに会いに行こうかっていう感じかな。メインストーリーね。竹村さんとのやつが終わっちゃったから、花子さんといつかまた出会うことがあるんだろうけどね。何がまたフラグになるんだろうな。ということなんで、おそらく次回は、これをやります。熱情。不明な番号、匿名のクライアント、ホテルでの極秘の会合。いいですね。はい。なわけで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。